皆さんこんにちは、写真家の太田康です。今回の動画ではミラーレスカメラのレインカバー事情ということでお話ししていきたいと思います。特にミラーレスカメラになってスポーツ撮影時にレインカバーどうしているのかっていうところを、今回2種類のレインカバーを私の方で使っているので、そちらの方をご紹介していきたいと思います。でそもそもミラーレスカメラの以前っていうのは、これ初代のバンディ X なんですけども、ここのアイカップが外れるようになっていて、ここにレインカバーをつけて、その上からアイカップをつけて、固定すると、そういうレインカバーが多かったんですよね。でミラーレスカメラになって、キャノンですと R5 なんかはアイカップが取れなかったので、R3 になるときはアイカップが外れるとレインカバー使えるんだけどなっていう話をしてたんですけれども、結局 R3 になって、撮れるようにはなったんだけど、それ用のレインカバーが、ずっと発売されなかったということで、私も仕事では、普段スポーツカメラマンの仕事をしていて、雨の日でも撮影することはたくさんありますので、今こういう感じで雨対策してますっていうところを、ご紹介できたらと思います。今こちらはレンズは、EF の 400mm にマウントアダプターをつけて EOS R3、 こういう感じで、用意してます。まず一つ目の商品はこちらのシンクタンクフォトのレインカバーになります。で袋から出すと、こんな感じになります。はい、で広げてちょっと実際につけてみたいんですけども、はい、ここはチャックを開けて、でこちらのレインカバーは、先の部分を、こう通しておいて、ここは紐があってマジックテープで固定できるようになってるんで、こんな感じでつけてあげると、これでずれないようになります。あとここはですね、ここの部分の仕組みは、アイカップを外すんじゃなくて、ここにポットシューですね、そこにつけるようになってます。なのでポットシューを外して、ここにつけてあげたいんですけど、 R3 の場合はちょっとここ端子が特殊なものになってるんで、こちらですね、でこのアダプターをつけてあげてます。一応、これをつけると、防塵防滴になるっていうことなので、一応気にして私はつけてます。はい、こういう感じでつけて、ここのホットシューにつけると、こういう感じですね。ここ下もいろいろパーツがあるので、チャック閉めたりとか、好きなようにすればいいんですけども、私は基本的にこの状態で撮影してます。ここを結局塞いでしまうと、ファインダーのとこも塞いでしまうので、いろいろと撮りづらかったりすると思うんですよね。例えば一脚とかに固定して、移動するときとかは、これを下げてあげると、そうするとここも防がれるので、一脚に担いで移動するときとかはこの状態にしてます。ただ撮影するときはこうやってめくって、この辺ちょっと濡れますけど、基本は防塵防滴なんで、多少水濡れてもいいだろうっていうことで、ここはオープンにする形で、この状態で撮影すると、こういう感じですね。結局アイカップを外してここにつけるっていうのは、あんまりこうバリアングルとかも使ってるし、あまり良くないのかもしれないですね。結局で R5 とかはこのファインダーのこの下のあたりに覗いてるかどうかのセンサーがあったんですけど、 R3 はこの左端の方がにセンサーがあって、その辺に干渉しないようなレインカバーを作るのは結構ね、難しいんじゃないかなっていう気がします。私はこれでこういう感じで、撮影して、しばらく撮影しない時とかはこうやってかぶせて全体を保護しておいて、撮る時になったらこうやってめくって撮影してあげるという感じですね。はい、これは特に、
まあ、レインカバーなので、まあ、かもなく不可もなくというか、まあ、安心のブランドシンクタンクことという感じですかね、はい。まあ、使い勝手は悪くないと思います。私がもう一つ使っているレインカバー、それはこちらのレンズコートというメーカー名でいいのかな、これはレンズコートというところのレインカバーです。これは多分一番大きいサイズだと思うんですけども、レンズコートは、まあ、野鳥撮影とかする人向けなのかもしれないですよね。まあ、いろんな柄物が多く売っている。私もちょっとこれ柄が入ってる、これスノーってやつだと思うんですけども、黒とかネイビーとか割と目立たない色もあります。まあ、ちょっとね、白系が欲しくて、まあ、なんで白が欲しかったかは後で説明します。まあ、これもマジックテープでつながってるので、それを外してつけてあげます。はい、ということでこんな感じかな。もうちょっと先までいくかな。あ、フードの先端はこのゴム式の、ストッパーがあるので、まあ、これで、まあ、ずれることはないかなという感じですね。まあ、これも結局、まあ、こういう、まあ、上からかぶせておくだけという形で、ワインダーのところには、まあ、あんまり干渉させないということです。まあ、なんでこう白にしたかっていうと、まあ、例えばですね、まあ、日差しの強い時とか夏場とかに、まあ、こう日差しによってレンズが温められて解像度が落ちるということは、まあ、あるわけですよね。なので、まあ、夏場でもとか紫外線が強い時期とかになると、まあ、レインカバーをつけた方がいいと、雨が降ってなくても、まあ、そういうふうに言う、まあ、方もいるということで、まあ、白の方が、まあ、暑くならないんじゃないかということで、極力白っぽいのを選びました。まあ柄物はあんまり好きじゃないんですけど、まあ、もっとおしゃれに行きたいとか野鳥撮影とかするんであれば、もっといろんな迷彩とかありますので、まあ、そういうのを選んでもいいですし、まあ、黒とかシンプルなのもあります。でこのレインカバーはまあかぶせてあるだけなんですけど、まあ、必要十分という感じで、まあ、さっきと結局一緒ですね。はい、結局まあ全部覆うことはないので、まあ、こんな感じで撮っていくと。なのでミラーレスカメラは、まあ、結論から言うと、まあ、あまりやっぱりファインダー付近は隠すっていうのは、まあ、あまりよろしくないのかなと。ここ覗いてることになってしまうんでね、センサーが反応してしまうから、まあ、やっぱりどうしてもこういう形状にせざるを得ないのかなと。まあ、逆にでもモニターとかも見やすいし、まあ、ちょっとくらい濡れてもね、まあ、R3 とか R5 とかそういう防塵防滴のカメラだったらちょっとね拭いてあげれば全然問題ないので、まあこれで十分かなと思ってます。ただこのレンズコートの場合は欠点はさっき言ったような、持ち運ばないといけない時、レンズを下側にしてこっちを下にしてね、カメラ側を上にしてこう担いで一脚とかで持ち歩くことが多いので、そうするとここが濡れてしまいますよね。だからこっちのレンズコートは、まあ、基本は三脚に置いて、まあ、動かず撮影するとき用かなというふうには思ってます。まあ、これも結構使い勝手が良くて、このカバーは 600mm までいけるんだと思うんですよね。はい、400でこのぐらい余裕があるんで、まあ、600だと結構ギリギリになってフードがこんな感じで出てくると思うんですけども、まあ、ここの部分は別に濡れてもいいので、はい、このここから先ですよね、このフードのこっち側は濡れるとまずいので、ここまできちんとカバーしてくれれば問題ないので 600mm まで使えると思います。でさっきのシンクタンクフォトの方はもっと 800mm とかもっと長いレンズでも使えます。結構な長さに余裕があるので。ということで今回は私が使用しているレインカバー2種類をご紹介させていただきました。これも視聴者の方から
まあ、よかったら紹介してくださいっていうのをコメントもいただいてましたので、まあ、ちょっと遅くなりましたけど梅雨時を前に動画化することができました。もし何か他にも要望などあれば動画化するかもしれないのでコメント欄かツイッターなどからメッセージいただけると嬉しいです。それでは今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。